皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。列王記や歴代史では主の目にかなうことを行ったとか、主の目の前に悪を行ったという表現が繰り返されています。そしてイスラエルとユダの王たちの立場が明らかにされています。ある王は即位から死んで退位するまでずっと同じ立場で生き、ある王はその立場を途中で変えてしまうこともあります。今日は7月5日、聖書箇所は列王記第2、15章1節から16節。タイトルは死ぬ日まで神の御前に正しく生きましょうです。ユダの王アマツヤの息子アザルヤはその即位中に主の前の態度を変えました。どのように変わったのでしょうか。そしてそこから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。今日も御言葉に耳を傾けてまいりましょう。列王記第2、15章1節から16節。イスラエルの王ヤロブアムの第27年にユダの王アマツヤの子アザルヤが王となった。彼は16歳で王となり、エルサレムで52年間王であった。彼の母の名はエコルヤといい、エルサレムの出であった。彼はすべて父アマツヤが行った通りに、主の目にかなうことを行った。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおも、その高きところで、生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。主が王を討たれたので、彼は死ぬ日までサラートに侵されたものとなり、隔ての家に住んだ。王の子ヨタムが宮殿を管理し、この国の人々を裁いていた。アザルヤのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アザルヤが彼の先祖たちと共に眠ったとき、人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子ヨタムが代わって王となった。ユダの王アザルヤの第38年に、ヤロブアムの子ゼカリアがサマリアでイスラエルの王となり、6ヶ月間王であった。彼は先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。ヤベシュの子シャルムは彼に対して謀反を企て、民の前で彼を討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。ゼカリアのその他の業績は、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。主がかつてエフーに告げて仰せられた言葉は、あなたの子孫は4代までイスラエルの王座につくということであったが、果たしてその通りになった。ユダの王ウジヤの第39年に、ヤベシュの子シャルムが王となり、サマリアで1ヶ月間王であった。ガディの子メナヘムはティルツァから登ってサマリアにいたり、ヤベシュの子シャルムをサマリアで討ち、彼を殺して彼に代わって王となった。シャルムのその他の業績、彼の企てた謀反は、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。
その時メナヘムはティルツァから出て行って、ティフサフ、その住民、その地境を打ち破った。彼らが城門を開かなかったので、これを打ち、その中のすべての妊婦たちを切り裂いた。私は牧師の2世です。父が代表牧師をしている教会で牧師となり、現在は私が代表となりました。その交代時期と教会の歩みというのは、本当に驚くほどスムーズに行われました。感謝なことに、牧師が変わることで教会員が去っていくというようなこともなく、新しいビジョンもミニストリーもスムーズに受け入れられてスタートしました。ユダの王アマツヤの子アザルヤが王となるとき、それはエルサレムの民衆による謀反であったと記されています。謀反であれば他に王となろうということを企てた人物がいても良さそうなのですが、次の王は殺されたアマツヤの子アザルヤであったのです。息子が謀反を企てて王座を奪ったわけではありませんでした。一体この謀反を企てた民衆は何を考えていたのでしょう。ふと私が後を継いだ時のことを思い起こします。もし誰かが代表牧師である父を引きずり下ろしたとして、私が代表として立てられようとしていれば、私はきっと引き受けなかったでしょう。なぜなら、自分の父を否定した人々であれば、自分もいつか同じ目に遭うことは目に見えているからです。生々しい例えになりましたが、キリスト教会といえども、教会では牧師の交代ということが様々な問題を抱えて行われます。心を痛めることも多いと聞いています。あなたの教会はどうでしょうか。聖書の歴史はそのようなことも包み隠さず明らかにして、それぞれの局面を主の知恵を持って乗り越えていくようにと示されているのではないでしょうか。アザルヤは謀反によって王に担ぎ上げられました。なんと16歳でした。それから52年間王として立つことになります。王の中でもとても長い方です。それは彼が主の目にかなうことを行って、主の守りと力をいただいていたからです。第二歴代史ではアザルヤはウジヤ王と呼ばれています。そして知恵を持って軍隊を生かし、ペリシテ人との戦いに何度も勝利をしました。農作物も豊かに実らせることができ、蓄えもありました。その晩年、高慢になり、主の聖女で香を炊く作業を祭司たちの手で行わないで自分でしようとしたことが、主の怒りを買いサラートになり、王位を離れなければならなくなったのです。息子ヨタムが後を継ぎます。本当に晩年での出来事であったので、残念なことだと思います。と同時に、人はこうして年を重ね、また素晴らしい功績を重ねると、このような罪に陥りやすいものであることに気づかされます。もちろん年を重ねれば重ねるほど謙遜になられる方、本当にたくさんおられます。しかしその方々もまた、まさにこのような罪に陥りやすいということを承知しておられるからこそ、謙遜でいられるのではないでしょうか。
死ぬ日までサラートに侵されたものとなったアザルヤ王はどれほどこのことを悔いたでしょうか。そこまでは書き記されていませんけれども、これまでの彼の歩みからすれば悔やんでも悔やみきれない、そんな姿が目に浮かんできます。たった一つのことでした。しかしそれが主の怒りを招いたのです。そしてそのまま死の日を迎えたのです。主の目にかなうことに心を止め、それに生きる、それに生き抜くという信仰生活を全うすることはなんと困難なことでしょうか。と同時になんと尊いことかと気づかされるのです。そのような信仰の先輩たちが天の御国に凱旋していくのを私たちは何度も何度も目の当たりにしてきたことでしょう。どうかその後に習うものでありましょう。アザルヤ王の罪の背後にはユダの民たちが罪の習慣、高きところで偶像に生贄を捧げることを改めることができていなかったということも大きな影響を及ぼしているかと思います。高慢になることは決してその本人だけの罪ではなく、それを受け入れ時には煽り担ぎ上げるというような人々もいるということを忘れてはなりません。それが初めは豊かさをもたらすとしても結局は罪の温床となることがあるのです。私たち自身がどちらの立場にも立たないようにと、やはり主の目にかなうこと心に止めなければならないのではないでしょうか。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、あなたの民にいつまでも目を止めてくださり心を止めてくださり感謝いたします。そんなあなたの思いをよそに、あなたから目をそらす私たちをお許しください。罪の習慣に縛られることなく許され解放されて主の目にかなうことを自由な意志によって選択できますように助けてください。主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。We'll be right back.